先日イエス・キリストとの対話について、動画でお話しさせていただきました。今日はブッダとの対話についてお話しさせていただきます。信じるか信じないかはあなた次第です。黒木信之介の人生宝探し TV、 人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。元一部上場企業のシステムエンジニア、元人気ラジオパーソナリティ、生来のスピリチュアルな感性とロジカルシンキング、あなたに魂の解放と素敵な未来をお届けいたします。僕は子供の頃から、物心つく前から、病によって生死の境を何度も何度もさまよい続けた、そういう幼少期を、過ごしてきました。そのために、死ぬことっていうのはね、すごく自分の中で身近なことのように感じていました。症状としては、アナフィラキシーショックっていうね、呼吸困難に陥るような症状でして、僕の記憶の中では、イメージの中では、もう死んだという感覚だったんですけれどもね、死んだはずなのに翌朝起きたら、なぜか目覚めたら起きていて、生きているっていうことでね、死んだはずなのに生きているっていうことで、呼吸が止まって、死んだのに生きている、なぜだろうっていうことでね、死ぬこと、そして生きること、命とは何だろうっていうようなことをね、ずっと考えているような、少年時代を、送ってきました。子供心にね、こんな感じで死んでいくんだなっていうようなね、そういう、死に向かう感覚をね、体験的に、感じてきました。我々人類がね、人間がね、死に向かうときに、一つは、ものすごく苦しいね、苦しいという言葉では表現 しきれないようなね、苦しみを感じる、そういうフェーズをくぐり、そしてその先には、安らぎとかね、至福とか、すごくこう落ち着いてね、リラックスできて、やっと帰ってこられたんだなっていうような、そういう感覚の、フェーズに移ります。この2つの段階を経て死に至るっていうような感覚を、幼少期から、感じてきました。命って何だろうとか、死ってどうして起こるんだろうとかね、死んだらどこに行くんだろうとか、人は何のために生まれてきてるんだろうっていうようなことをね、子供の頃から考えてきました。幼少の頃に、命とは何ぞやとか、宇宙って何だろうとか、何のために人は生まれてくるんだろうかっていうようなことを考えるときに、一つのね、大きな球体がね、僕のイメージの中で思い浮かびました。そして大きな球体も青白いようなね、青白く光るような球体から、なんかね、なんて言いますかね、光の筋がね、バーッと降りてきて、で、人の中にスーッと入っていくようなね、そういうイメージが、見えていました。そして、12歳になった時に魂が入れ替わったらどうなるんだろうっていうことを考えました。そして考え抜いた結果、降りてきた答えとしては、魂が入れ替わったとしても、特に何も変わらない。つまり私たち人間っていうのはね、中身はね、同じものが入っていますのでね、入れ替わったとしても変わらないっていうのが結論でした。そして、12歳をね、忘れもしない、そのことを悟った時に、背骨のラインに電撃が走るようなね、ビリビリというような感覚を感じましてですね、あ、これは、生涯を通じてすごいことを、気づいたな、悟ったなっていうことをね、12歳ながらね、少年の頃に、感じました。僕の中で、スピリチュアルの探求を、するのは、12歳の時にね、一旦、交流、中断したんですけれどもね、20歳を過ぎた時、20代になって、手塚治虫先生のね、ブッダという、漫画に出会いましてですね、ブッダですね、仏教の始祖ですよね。その漫画の中の一つのエピソードとして、まだブッダが、悟る直前に起きた、エピソードとして、ある少女がね、コブラ、毒蛇に噛まれて死んでしまうっていうようなね、エピソードがありました。そしてその少女の、ご両親がね、ブッダのところに来て、娘を助けてください、生き返らせてくださいっていうようなことをね、言って、でブッダはね、わかりましたということで、娘さんのご遺体の前で、深い瞑想状態に入って、深く深く娘さんの、魂を追いかけていったところ、行き着く先には大きなね、球体が、存在していました。それは、いろんなね、生物がね、
生物の魂がね、根底一体となってつながり合って、存在しているようなね、大きな球体でした。そしてその球体の傍らで、ブラフマンというね、神様がいらっしゃいましてですね、ブッダに語りかけてきました。で、その球体は、宇宙なんですよっていうことをね、ブラフマンが、ブッダに語りかけました。そして、ブッダはその少女のね、魂を追いかけてきたらここに入っていって、この球体の中に入っていきましたと。どうすれば、生き返らせることができるでしょうかって聞いたところ、ブラフマンは、その球体の中のね、どれか、かっこいいのをね、一つ、どれでも一緒ですからね、どれかかっこいいのを一つ持って帰りなさいっていうふうに言いました。そして、ブッダが、一つかっこいいのを持って帰ったところ、少女が生き返りましたっていうようなエピソードでした。手塚治虫先生の、ブッダというね、漫画のこのエピソードを、見たときに、あ、そういえば僕子供の頃に見ていた、ビジョン、イメージとこの、あのブッダの、漫画で説明されているイメージって完全に一致しているなっていう風に感じたんですね。うん、つまり、12歳の時にね、魂が入れ替わったらどうなるんだろうっていう風に考えた結果、中身は変わらないと、いうようなことを、気づいたっていうことでね、それと同じことがね、ブラフマンからブッダに、伝えられたっていう風にね、書かれていたんです。で、そのことに、気づいた時に、あ、これまで僕がいろんなことを見たりとかね、イメージしたりとかビジョンを見たりとかいうようなことで、導かれてきたのは、これブッダが、導いてくれてたんだなっていうふうにね、その時にね、不思議と感じました。その後、時は流れて数十年、2011年の 3.11、東日本大震災があった年、2011年の、12月年末にですね、仲間と一緒に、集団瞑想をしていた時のこと。僕は、宇宙とつながる、ワンネスとつながる、体験をしました。その時は、深い瞑想状態にね、入りまして、自分自身の体がね、溶けていくのを感じました。そして、床とかね、椅子とか机とか、そういったものも、全部、自分と一体化していくのを感じました。ふと気がつくと、僕は、大きなね、海原の上に浮かんでいる魚釣りの浮きのような状態の、自分を、見ることができました。大海原に浮かぶ魚釣りの浮きのような状態で、波がね、左前方から入ってきては、右後方にさーっと出ていき、そして右前方から僕の中に入ってきては、左後方にさーっと出ていくというようなね、そういう感覚を得ました。そして瞑想状態から解けて、目が覚めた時に、あの状態、今体感したことは何だったんだろうっていうね、ことを考えました。集団瞑想ですので、数十人ね、一緒に瞑想していたんですけれども、誰一人同じような感覚を得た人はいなくて、僕だけの感覚だったので、自分の中でね、あれは何だったんだろうっていうふうにね、考えました。宇宙についてね、説明されるときにね、こんな風な説明をされていることがあります。宇宙というのは全体で一つであり、そして我々のようなね、一つ一つの個々も大切にされています。そして常に動き続け、変化し続けているものですっていう風に説明されています。大海原の上に、魚釣りの浮きのような状態でぷかぷか浮かんでいて、波が入ってきては出ていき、そしてまた入ってきては出ていく。これはまさに、全体で一つであり、一つ一つの個々も大切にされていて、そして常に変化し続けているっていうことでね、その時僕が体験したことは、宇宙と一体化したっていう体験をしたということでした。全体で一つであり、一つ一つの個々も大切にされている、そして常に変化し続けているっていうのはね、宇宙についての説明を頭ではね、話を聞いたことはありましたので、頭では理解していたつもりでしたけれども、そのことを、体感的ね、体験したことによって、あ、
これまで僕は全然分かってなかったんだなっていうことに気づくことができました。それ以来、僕は、皆さんのね、皆さんと対面している時に、皆さんがね、苦しんでいる状態というのは、宇宙のね、流れが、ある、流れが変化しているにもかかわらず、元の状態でいたいという形で踏ん張っていたりね、することで、かえって、苦しい状態を招いていると。だから、あなた自身のその、精神的なね、姿勢をね、正すことによって、変容することによって、苦しみからね、解放することができるということがね、分かってきました。その宇宙とワンネスを体験したことによって、皆様を苦しみから解放して差し上げることが、できるようになりました。宇宙、ワンネスを体験した時の感覚と、幼少の時に死を体験した時の感覚、この二つの感覚は実は一致していることに気がつきました。僕にとってブッダという存在は、口数がね少ないというか、全く話さないような存在なんですよね。ずっと目を見てずっと静かに佇んでいるような存在です。そして、適切なね体験を通して、僕に気づきを与えてくれる、そんな、存在です。お兄ちゃんのようなね存在なんですね。以前の動画で、イエス・キリストとの対話という形でねお話しさせていただきましたけれどもね、ブッダもイエス・キリストも僕にとってはお兄ちゃんのような存在でね、人によってはなんかその雲の上のすごく高いところにいてありがたやっていうような感覚を、お持ちの方もいらっしゃるかもしれないですけれども、なんか僕にとっては、二人のお兄ちゃんと言いますかね、同じ方向性、同じ、意思を持っている、意図を持っている、同志のようなね、存在です。そしてブッダはすごく物静かだけれども、僕にいろんな体験をさせてくれて、導いてくれるっていうね、僕が求めている時に、必要なことを体験させてくれるような、そういった存在です。そういった導き方をしてくれる存在です。そしてイエス・キリストはね、もっと言葉によって、物事を、説明してくれたりね、体験を導いてくれたりっていうようなねことをしてくれる存在です。この二人の兄からいろんなことを学んでいるようなね状態です。今日はブッダとの対話についてお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。今日はこの辺で、さようなら。黒木慎之介の人生宝探し TV、 人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。